クジャクダムスタイルでいきましょう。50人目？何人目？何人目ということでゲスト、はい、今日のドッキリは言い合いしながらゲストに悪口を言うドッキリ。そうですよね、めっちゃ寒いですよね。そうですね、カメラのレンズ合わせだやってもたって。なんでレンズ持ってきてへんの。なんでレンズでそんな寒いんやろ。そんな言い合いします。ちょっと学んどよ、ほなお前大将おもろい芸人。なんで言わないでくださいよ。お前さ、なんで大したことない芸人って言うねん。お前めちゃめちゃ面白かったと思うんですよ。そんなわけないやろ、お前気持ち悪い。気持ち悪い。レンズだけでそんなに言わないでください、私のこと。かわいそうやろ、せっかく近所で来てくれたのに、なんでよ、この子を来ちゃうよ。近所はさ、こんな変な顔、お前どこでもおらん。いやいやいや、あんまりでも、よくわからないでしょ、お前。ありそうな顔やけど、確かに。なんで今日あったか、気持ち悪くはないでしょ。なんでこんなん撮らなあかんねん、お前。俺が撮りたいやん、撮るでん、お前。何を言うてんねん、私。言うてんねん、お前。ほんまに。こんな、誰も聞いてない。気持ち悪い。誰も、なんで聞いてない。ずっと気持ち悪いよ、やって。こんな、お前、わけわけわけ、天気なとこ撮って、お前。この子、風邪いいか、どないすんねん、お前。風邪いいでもええやろ、こんなもん。別に、親も家族もおらへんから、こんなもん。いや、こんなもん、おるかもしれない。どうでもよ、この一生売れるわけでもないねん、こんなもん。いやいや、それは。一生バイトしとるこんなもん、お前。見てんねや、顔。顔気持ち悪い。顔気持ち悪い。そんなこと言うねん。そやろ、お前。顔気もやないか。終わってるわ。何やねん、終わってるわ。でも、なんでレンズのことで私のことなんですか。出せよ、もう。そんなもん、お前。ちょっと。スッと出せよ、もう。ドッキリ、ドッキリって何ですか、ドッキリって。それ、撮ってたんですか。チャンネル登録よろしく。